はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。またね、梅酒です。今回は、サントリーの VO、まあ、ブランデーですね。ブランデーで漬けたやつです。去年漬けたやつですね。でね、こちらはね、ジンのやつに比べると全然ね、塩塩になってるんですよ。ちょっと見えないかもな。めっちゃ、塩塩になってますね。分量とか、砂糖の分量とかも、酒を1に対して 0.5 にしてるんですが、サントリーの VO は確か、これも多分37度ぐらいの度数。ジンの時と全く変わってないはずなんですけど、なぜか塩塩になってますね。なんでだろう？不思議ですね。なぜだろう？それちょっと不思議ですね。まあいいや。まあ、うまければ何でもいいんだ。別に。塩塩になってようが、なっていまいが。でもだいぶ、色はまあもともとブランデーの色が濃いからか。ね。色は濃いですけどね。まあジンは無色透明ですからね。そんじゃ、乾杯。ああ。ちょっと、なんか、普通の梅酒に比べると、ちょっと濃厚かな。うん。ちょっととろみもあるしね。うん。うん、なんか甘ったるい気がする。普通の梅酒に比べると。うん。うん。でも不思議ですね。なんでこんなほとんどの梅がもう塩塩ですよ。塩れまくり。もう塩塩。もう9割方塩れてるね。不思議だな。うん。もう完全にもう塩れてるのが、もうそこに溜まってる感じですね。上はまだ、あれかもしれないけど。この上に溜まってるのと下に溜まってるのがありますね。うん。ジンの時は全部下に溜まってましたからね。うん。まあよくわかりません。うん。でも基本的な梅酒と大して変わんない感じはします。ただ、ちょっと濃厚になってるだけ。かな。うん。まあ、これも大して変わんないんで。これもやっぱ甘いですね。うん。もう何が何でも、何がともあれも甘い。俺は多分甘いのは合わないわ、これ。今度つけるときあれ、砂糖なしだな。うん。うん。砂糖なしの方がいいな。うん。うん、まあそんなこんなですね。香りも結構、なんていうかな。うん。
結構、香りが、濃い感じの香りがしますね。普通のね、梅酒のね。でもこれ普通の梅酒作るよかだったらこれの方が美味しいと思いますね。ブランデーね。うん。全然美味しい。ただ甘い。ちょっと甘すぎだな、これな。うん。ちょっと甘すぎだな。もうやっぱ思った以上に甘くなりますね。うん。俺だって、俺、一昨年漬けた普通の梅酒は、ホワイトリカーで漬けた梅酒はこんな甘くならなかったもんな。多分ホワイトリカー自体が甘くなかったから、ブランデーはまあそれ自体甘い。ね、ジンも多分それ自体甘かったんじゃないかな。まあ甘いっていう表現のあれもそうですけどね。ホワイトリカーはそんな甘くないでしょ。ブランデーはそれなりにちょっと甘いっていう雰囲気が。ジンもね、ストレートに飲む分としては、やっぱちょっと甘めなんではないかな、と。とは思いますね。うん。まあ甘いな。ものすごい甘いな、これ。とにかく甘い。これはちょっと甘すぎるぞ。まああれだな。まあ来年の課題にしましょう。これはね。来年の課題で。今年は、とりあえずこいつらを消費しきることが、ね。まあ消費しきるっていうほどしきらなくてもいいけど、まあある程度はね、適当にね、飲んでいかないとね。まあ、ほっといてもまあ、悪くはなりゃしませんけどね。まあ何のために作ったかっていうと、飲むために作ってるわけで、ね、飾るために作ってるわけじゃないわけですからね。そこはやっぱり飲んどかねえと、ね、もったいないですからね。ということで、これはまあ、まあでもこれも三つ星だな。個人的に甘さがちょっとひどいのと、逆に甘ったるいっていうのがね、人類のやつに比べると全然甘ったるさがかなりあるんで。うん。ということです。ご視聴ありがとうございました。